皆さん、こんにちは。バンコク在住、ワンルームマンション大家です。今日の動画のテーマは、富山ブラックは、ご飯が進む、笑い、です。国道8号線沿いにある、石川県のラーメンといえば、なんといっても、8番ラーメンが有名ですが、今日は、富山ブラックのお店でいただきました。富山県に古くから残る、富山ブラックは、おかずラーメンと言われる、すごくしょっぱいラーメンです。ご飯と一緒が、当たり前というのは、横浜の家系ラーメンや、京都の天下一品と同じです。では、石川県の富山ブラックをいただいてみましょう。ずいぶん、大きなチャーシューですね。スープもチャーシューもかなりしょっぱいです。麺は太めの硬めで、麺そのものも、ご飯のおかずになるラーメンです。スープの色は、あまり黒くありませんが、富山ブラックと呼ばれるラーメンに、当てはまるようです。てんこ盛りの、ご飯と一緒にいただきましたが、ラーメンは、しょっぱすぎて一度にたくさんいただけません。しょっぱいのを、ご飯で薄めながらいただくというのが、美味しいいただき方、ということになります。笑い。ご飯は順調にいただけましたが、ラーメンが全然減っていきません。笑い。そういった点で、ラーメン二郎と同じですね。ラーメンに飽きたら、チャーシューでご飯です。あら、ご飯をこぼしちゃダメでしょう。ご飯、てんこ盛りのプレスしまくりだったのに、笑い。おかわりしちゃいました。これ、バンコク在住、ワンルームマンション大家の異様な、ジジイには体に毒ですね。笑い。満足。また食べすきました。笑い。車からスマホで撮影していますが、やっぱり映像がブレてしまいますね。注文したアクションカメラが早く届くといいな。今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。
チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。